出てない？って言ったの？皆さんおはようございます。そして早速朝ごはんから作っていきたいと思います。エアフライヤーで冷凍していたクロワッサンを焼いていきたいと思います。出来上がり。サクサク。かぼちゃもあるので、これでかぼちゃスープを作っていきます。簡単なんですけど、子供たち大好きなんですよね、かぼちゃスープ。はい、かぼちゃスープ出来上がりです。ミニブレンダー、プロテインとかこれでミックスしたり、スムージーもこれで作れるし、あとここからね飲めるんですよ。でこのままね持ち運びもできるし、ここから充電できるので簡単に充電もできるし、うん、これすごく便利で、2023年買ったものでかなりおすすめなものです。とかでどれぐらいのことが毎日作られてるんですかね。よかったら下のコメント欄で教えてください。毎朝お弁当作り頑張りましょう。はい、できました。朝ごはん、そしたら次にお弁当を作ります。今までお弁当はアメリカの大きいお弁当を使っていたんですね。なんですけど、お弁当が大きいし、あと今まではなんかクラスの子もお弁当箱、大きいお弁当箱を休み時間に外に持ってってスナック食べる子もいたみたいで、スカイラ自身も良かったみたいなんですけど、そういうお友達が少なくなって、みんななんかやっぱりちょっとパッケージになったスナックとかをリセスの時に外に持って行って食べたりしてる子が多くて、自分だけ大きいお弁当箱を外に持ってって食べて遊ぶっていうのがもうやりたくないっていうことだったので、日本のお弁当箱に変えて、持っていくスナックは別で袋に入れて持っていくっていうように再建しています。なのでそう、お弁当箱が変わりました。おはよう。おはよう。クロワさん、クロワさんでよ。今日はキウイ。キウイもあるよ。私すごくキウイ大好き。いただきます。はい、どうぞ。おいしい。よかった。これ今日は豚肉があるので、お肉巻きにしたいと思います。フルエッジ。そうだよ、強くなったね。ハイキングもどんどん頑張ったね。ハイキングいっぱいしたい。いっぱいしたい。ほんと、どうしよう。ハイキング好きだよね。はい、どうぞ。って言ったの？本当。先に言った？うん、大丈夫よ。You see me? I see Skylar's finger. No, I'm not. Ooh, okay. 今日も作り置きです。こんな感じで餃子の皮を使って。クリームソースカップを作りました。これをエアフライヤーで焼きます。今日のスナックは作っていたバナナマフィンにしたいと思います。はい、スナックのマフィンです。はい、お弁当はこんな感じで出来上がりです。おはようございます。You're welcome. Love you. See you later. Have a good day.今
今日はおにぎりの海苔がもう空いてるのがあるので早く使いたいのでおにぎりにしたいと思います。これめっちゃ便利です。海苔に穴が開くので噛み切れやすい。今までフォークとか包丁でこうやってガーッとやってたんですけど、これ買ってから楽になりました。じゃあよかったら皆さん今日食べた朝ごはんをぜひ教えてください。パタパタパタ。じゃあガチャン。相撲を使えるのは8歳です。今お誕生日会のこととかについて話してるんですけど、早い。ハワイに引っ越してきた時に6歳のお誕生日をして、その時はまだホテル生活だったんですね。懐かしい。せっかくツナマヨ作ったので、お弁当もおにぎりにしたいと思います。おにぎりをちゃんと三角に握ろうと思います。弁当のおにぎり作ってた。朝ごはん作るの忘れてた。そしたらブロッコリー、ブロッコリーこれお味噌汁団子っていうんですかねを作ってるのでこれを入れてお味噌汁にしたいと思います。考えた方は本当にすごいですよね。おいしい。完成。ちょっとおにぎりが不格好でお見苦しいんですけど、こんな感じの朝ごはんです。そしたら作り置きのカレーチキンがあるのでこれを使おうかなと思います。ツナおにぎりです。ツナおにぎりすごく大好きね。え、好きだね。いい資格だね。ありがとう。本当のおにぎりみたいにでしょ。ちょっと失敗したけど。いただきます。はい、どうぞ。おいしい。マコ焼き好きね。すごく大好き、ね、うーちーは今お弁当じゃないか。あんまり卵焼き食べないもんね。次は手で食べる。うん、いいよ。おいしい。いただきます。はい、どうぞ。おいしい。おいしい。コンビニみたいにおいしく作れたらいいんだけどね。うん、コンビニみたいにおいしいよ。うん、ありがとう。すごい優しいね。優しいね。ありがとう。頑張る。優しいすぎる。すごいな。コンビニみたいに美味しいよ。ありがとう。でも優しいね。ありがとう。ありがとう。頑張ってよかった。頑張ってよかった。元気してよかった。はい、今日のお弁当はこんな感じになりました。ちょっとおにぎりが大きくなっちゃったけど、まあいいでしょう。おはようございます。今日も朝ごはんと何あお弁当作っていきたいと思います。そしたら、まだねクロワッサンが残ってるので、ね、子供たちがワッフルを食べたいってね、うん、言ってるのでクロワッサンでワッフルを作りたいと思います。なんていうんだっけ、クロワッサンワッフル、クロッフルだったかな、を作りたいと思います。作り置きでソーセージを作りました。初めて。これがね結構トモさんにも好評だったのでこれも朝ごはんにしたいと思います。ソーセージってなんか難しいイメージがあったんですけど作るのってでもすごい簡単だとか丸めただけ、シーズニング入れて丸めただけなのでめちゃめちゃ簡単でした。
そしたら次にお昼ご飯なんですけど、作り置きしていたチキンがあるので、これでチキンナップみたいなの作りたいと思います。はい、照り焼きにしました。照り焼きラップ、あれみたいやね、ケンタッキーのチキンラップみたいなのありましたよね。じゃじゃーん、照り焼きラップとカレーチキンマヨラップです。はい、今日のランチ出来上がりです。今日の朝ごはんはロージーからリクエストをもらっていたベーグルにしたいと思います。ベーグルってちょっと分厚くて、ちょっと弾力があるというか、こう噛み切れづらいというかなんですけど、今回ねこの薄いベーグルを見つけたので、そう、子供たちにいいんじゃないかなと思ってこのベーグルにしました。そしたらもう一つのベーグルはフルーツ、クリームチーズとフルーツを乗せて、もう一つは卵にしたいと思います。はい、まず朝ごはん完成です。ベーグルとヨーグルトです。そしたら次のお弁当なんですけど、ハワイに引っ越してきて初めてスパムを買いました。コンビニでスパムおにぎりとかを買うんですけど、実際に買うのはかなり久しぶりです。彼らはスパムおむすびも好きなので、時にはねお昼ご飯にもいいかなと思って。お弁当にサーモンクリームチーズコロッケを入れます。スモークサーモン早く使わなきゃいけなかったので、はい、作り置きしてました。これをエアフライヤーで焼いていきます。って言ったの？言わなくて、頭に入れて、そのまま食べてすぎた。あ、本当？そんなこと言ってくれる人がいるんだ。ちょっと悲しいね。ランチも違うし。グレードは同じなの？同じグレードの子？本当？カエラ大丈夫だった？その時。同じね、シカエラ。でも大丈夫だよ、シカエラ。ママも大丈夫だよ。ママのご飯美味しいから。
ありがとう、そうやってくれてマミは嬉しい。もうスカイラーが特別悲しくなるのちょっとマミは悲しいな。そっか、でもハッピーな時はロージも一緒の気分がする。うん、でもちょっとマミ悲しいな、そうやって意地悪なこと言ってくる人がいるなんて。でもね、スカイラーがハッピーだったらマミもハッピー。そうそう、マジかな。人たち、あの男の子たち、うん、確かに確かに、そうやって変なこと言ってくる、うん、変なこと言ってくる人もおるもんね、そんな感じで、うん、教えてくれてありがとう、うん、はい、お昼ご飯もできました。休み時間のスナックは作っていたブラウニーバイトなんか作ってみましたで美味しくできたので、これをスナックにしたいと思います。はい、これも入れてお弁当出来上がり。おはようございます。今週最後のお弁当と朝ごはんを作っていきたいと思います。今日はトルティアとこのラッキーとバナナがたくさんあるので、バナナを使って朝ごはんを作りたいと思います。はい、一つにはクリームチーズを塗りたいと思います。はい、これをエアフライヤーで焼いていきます。今日お弁当はナポリタンにしようと思います。そしたら次にナポリタンを作ります。もうある野菜とかハムを切って、そしたらゆで卵も作っちゃいたいと思います。もうエアフライヤーに生の卵を入れてエアフライヤーするだけです。めっちゃ簡単。野菜はチンしておきます。いいや、バター入れるかけおけ、お弁当なので味はしっかりつけます。いやがり、ポリタン、簡単なポリタン、緑がないけど、いただきます。だからいただきます。はい、どうぞ。すごく美味しい。あ、よかった。クリームチーズとシナモンがこっち、うん、こっちがピーナッツバター。あっちちちち、ちょんちょこちょん、こんな感じ切ります。綺麗にできました。ここなんか余ってる。どうしようかな。春巻きでもいるか。春巻きでしようか。このチーズとチョコボールの残り、チョコボールブラウニーバイトの残りです。4個入れたよ。明日はダンスだよ。イエーイ。はい、今週最後のお弁当出来上がりです。これお弁当のピカチュウのやつ、さすが日本ですよね。こういうのいっぱいあるから、もういつも日本に帰るときお弁当グッズは必ず買ってしまいます。